listening to Shibuya Cross FM。 時刻は夜9時になりました。ここ渋谷クロス FM から夜10時までお届けさせていただきます。渋谷のみんな元気しちょる？ ありがとうございます。こんばんは。 ありがとうございます。吉本興業所属大学生女優の植木しゃららです。番組進行を務めます同じく大学生の黒沢陽次です。植木しゃららはまだ大人にはなれない。スタートです。何ですかそれは。番組名噛むことある。やりたいことを叶えたい。夢はないけど何かしたい。誰かのために行動したい。この番組ではそんなリスナーの皆さんの思いや葛藤を若手インフルエンサーやアスリート、アーティストのゲストを迎え一緒に語り合っていきます。また番組公式ツイッターではそんなまだ大人になりきれない学生の皆さんの思いや悩みを募集しています。アカウント ID はアットマークシャララジオ SHARARADIO アットマークシャララジオ SHARARADIO。 メッセージお待ちしています。さあ改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。さあ10月初回放送ということでもう10月2日ですね。はい。大学が始まって時間もちょっとずつ経ってきたことですけれども、ね、大丈夫ですか課題とかは。すいませんちょっと今、はい、あのタイトルコールのこと言わせてもらっていいですか。あはいはい大丈夫です。結構調子狂っちゃって。あ本当ですか。なんか台本ねなんか違うの持ってきちゃって。すいません。ほら大丈夫ですか。あのカンペが出て。はいはい。言っていいかな。あなんかセクシーな感じでって言われたんで。あそういうのが出たんだ。そうなるほどね。いやそこからなんか全部吸ったんじゃん。ちょっとじゃあ裏方が悪いですね。すいません悪い本当に悪い。了解です了解です、はい、よかった話戻しましょう。はい、はい、すいません。ということでですね僕たち番組初回放送が7月の頭から始まってそうですね、まあ、7、8、9とやってきて3ヶ月、1年の4分の1をですねおもうこの番組と共にしてきたわけですけれども、すごいな。どうでしたか3ヶ月間やってきて。3ヶ月、などう言えばいいんでしょう。なんかでもすごく、まあ、月の前半ここに来るのが日課になってきて、はいはい、結構楽しみですね毎月、うんうん、あラジオの週だってワクワクした気持ちで月がスタートします。まああれですよね慣れてきましたよね。そうですね。いいところとしてはそれはあります、はい、やっぱだからこそこう新しいことしていかないとなって思うんですけれども、うん、そうですね。どうですか、まあ、かれこれ7回放送してきた中で、まあ、いろんなゲストさんいらっしゃったと思うんですよ、はい。ぶっちゃけこのゲストさん良かったなみたいなあったりします。そんな言っていいんですか。私 ありますなんかそういうのあれば。でも本当にどの回も違った色だったんですよ、うん、本当にお上手で。いや違いますか。違った色だったんで、はいはいはい、なんか本当どれがっていうのはつけられないんですけど、まあ言ったらすごい楽しかったっていう回もありますし、すごい学べたなっていう回もありますけど、そうですね、まあ、やっぱその記憶に新しい前回9月最後の放送の栗林さんの放送は結構深かったなってこう考えることができて、ね、番組史上最年長でしたからね。そうですね。なかなかちょっと僕らの、ね、人生なんかじゃ考えられないようなことがね、うん、ポンポン出てきて。そうですね。名言たくさん出てきましたけれども、はい、今日の放送はですね、はい、7回やってきましたけれども3ヶ月間の放送一挙振り返り放送ということで、皆さんぜひ YouTube チャンネルアーカイブ残ってますから、渋谷クロス FM の日曜日のチャンネル閲覧いただきながらですね、あこんなゲストさん来てたんだなとか振り返りながらですね番組楽しんでいただければなというふうに思いますので、はい、はい、じゃあ今日も張り切っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあということでですね、毎回このタイミングでゲストさんが入ってきて自己紹介をね、そうですね、するフェーズがあるんですけど、まあ、今日ちょっとゲストさんいないんでせっかくなんでちょっとね、はい、まだまだこの番組どんな番組なんだろうって知らない人もいると思うんで、シャララさんぜひ自己紹介していただければ、はい、それより先にいいですか。はいはい、どうぞどうぞ。僕向かい合ってるのが不思議すぎてちょっと本当ですか。すっごい。ちなみに僕経験ありますけどね、誰かさんがお休みされた時に。そっか
はい、あります全然、はい、慣れてください、はい、でもなんか向かってる方が会話してる感じがあって、いやそうですね、いつもこう横向いて喋ってるんで、そうですね、やりやすさはきっとあると思います。はい、リラックスしてやりたいと思います、はい、じゃあちょっと自己紹介の方お願いしていいですか。はい、はい、改めまして私植木シャララと申します。そうなんだありがとうございます、吉本興業に所属しておりまして、今現在、まあ、大学3年生で女優やっております、うん、すごい、女優と大学生両立されて、はい、で、この番組のメインパーソナリティを務めさせていただいております。すごいですね、大学3年生で冠番組っていうのはなかなかね、いや、そうですね、そう思えば確かにない経験ですよね、はい、なかなかこうコロナでね、上京してきて、まあ、いろんなお仕事経験した中でどうですか、ラジオ楽しいですか。楽しいですこんなね、はいはい、人生描いてませんでしたから、あら、ありがたいですね、はい、どうですか、なんかラジオ始めてから周りの反応でもいいですし、まあ、リスナーの方もちょっとずつ増えてきてるとは思いますから、うん、なんか思いとかありますか、伝えたいこととか。やっぱそれこそ自分が今3年生っていうのもあるので、はい、本当になんかこう、まあ、みんなラジオやっぱすごいねってこう、うんうん、そういう目線で言ってくれて、それもすごくありがたいですし、次も頑張ろうって思えるんですけど、結構本当にちゃんとこう内容をぜひ聞いてほしいっていうのは思いますね。そうですね、3年生とか特になかなかやっぱいろんな人に聞いてもらうってすごい難しいんだなっていうのは、うん、そうですね、やっぱ思いますよね。ラジオっていうのはこう若者の人が、ね、うん、決してたくさん聞いてる場合ではないっていうのはありますから、うんうん、このね、僕らにしかない、まあ、メディアをどうやってこう発信していくのかっていうのはね、それもね、制作委員会で一緒にやっていければなと、ね、今後の、はい、今後の課題と思いますけれども、はいはい、ここからはどういう活動をされていくんですか、シャララさんは。おー、どういう活動、はい、そのどこをあれした。いやもう全部ですよ、大学生があと2年間あって、ね、女優を、ね、続けられるのかどうかとか、うん、今後の展望とかね、毎回ゲストさんに聞いてますから、ね、はい、ご自分もあれば、はい、ここでこうやって、まあ、毎回ゲストのさんをお呼びしてお話ししてて、まあ、こうゲストの方の話を聞いてるっていう立場ではあるんですけど、うんうん、私自身もそのもちろん学生と女優ってか、まあ、芸能活動の葛藤みたいなものはもちろんありつつ過ごしてはいるんですけど、でもなんでしょう、まあ、この夏いろいろこう、まあ、舞台とか終えて忙しい期間パッと終えた時に、あ、頑張ろう、 なんだろう、こうプツッと頑張る、なんでしょうね、何も考えずとりあえず頑張ろうスイッチが入ったっていうか、うん、変にこうあんまり将来に対して悩まず、とりあえず今ここに目の前にあるお芝居ってものを一回ちゃんとガチでやりたいなって思いました。なんか本当に、まあ、僕この番組作る前からね、シャララさんとの長い仲ですけど、まあそんな 1,2 年ぐらいかやっぱ目が変わりましたよ、あの友達から言わせてもらうと。どういうこと、聞かせて。やっぱラジオ番組やるって決まった時はなんだろうな、自分の実力そうじゃないみたいな気持ちがちょっとあったのかわからないですけど、やっぱどっか自信ないところがあったりして、うん、大丈夫かなってちょっと思ったりしたんですけど、なんか結構叱られた時もそうですね、覚えてます。ちょっとカツ入れる役なんで、あんまり優しいこと言いたくないんですけど、はい、まあ、本当にラジオ回数を重ねるにつれて、なんか本当にまあ喋りもそうですし、番組の内容もそうなんですけど、シャララさん自身がすごい女優らしくなってきたんじゃないかなって、僕は思います。何それ、ありがとうありがとうございます、はい、ぜひ、はい、なんか、まあ、ここだけじゃなくていろんな活躍の場があると思うんで、まあ、この番組にね、こうたまに帰ってくるみたいなイメージ で、ね、ぜひ本業の女優の方をやっていただければと思いますけれども。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ私の紹介をさせてもらってありがとうございます。あなたの番組ですか。ありがとうございます、はい、ちょっとここでじゃあ、黒沢陽次にバトンタッチをしたいと思いますけど、自己紹介、僕の自己紹介多分需要ないんで、そんなことないですよ、いろいろ発信されてますから。そんなね、大層なことしてはないんですけれども、お願いします。一応僕は法政大学キャリアデザイン学部、キャリアデザイン学科っていうね、ちょっとなかなか珍しい名前の学部学科大学で、まあ、ちょっと勉強をしているんですけれども、まあ、一応シャララさんと同じゼミでね。そうですね。でこうシャララさんは3年生、2年生になって僕の在籍したゼミに入ってきたんですけど、うん、僕は1年生からそのゼミにいて、で、まあ、そのゼミの中の活動で、まあ、こうキャリア論っていうね、ちょっとなかなか世の中に浸透してない学問があるんですけれども、まあ、若者のこう人生観だったりとか、この不安定な時代をどうやって生きていくのかっていうところを、まあ、研究するような学問を、まあ、ちょっといろいろやってまして、でなんか企業さんなんかと一緒に企画を作ったりとかイベントをやったりとか、うん、まあ、そういうことをやってる中でシャララさんから突然ね、なんか人生相談したいんだけど、人生相談したいんだけどっていう LINE が来て、なんだろうって思ってね、ヘリオスっていう大学の
部屋があるんですよね。はい、あそこに行ったらですね、ラジオ番組一緒に作ってくれないって言われてね、早3ヶ月。いやでも決まった当初からだともう半年近くですかね、うん、はい、そんな感じで僕もまあこの半年間いろんなことを挑戦してきましたけど、今は小学校に行ってね、キャリア教育の授業を作ったりするみたいな活動をやっていたりとか、普通に企業の中にも入っていて、会社の中でまあ人事系のお仕事をさせていただいたりとかしてる中ではあるんですけれども、まあこの番組すごく僕の中ではなんだろうな、活動の軸になっている部分がやっぱりあって、僕のいろんな活動のきっかけになったものが、まあ東京オリンピックの時、あの同世代の若者たちがすごい頑張ってる姿を見て、コロナでしんどい時期ではあるんですけど、若者たちにすごいやる気を与えてるようなねものを見て、あ、僕もちょっとそういう存在になれればななんて、まあ、ちょっと気持ちがありまして、まあ、いろんなことに携わらせていただいているような次第になります。はい、はい、ありがとうございます。長々とすいません。いやでも本当にあの、はい、ね、こう大学で同じ学部ゼミで一緒にやってき学んできてるので、すごくもう近くでまあ活躍見てて、いやすごいなって、こうなんだろう、別に大学生活やり直したいとまでは別に思わないですけど、私もなんかこう1年生の頃もっとなんかそういう風にこのキャリアデザイン学部とし、うん、学部生としてもっとなんかアクティブに動いとけばよかったかなってすごい見てて思いますね。で僕からするとシャララさんいいなって思うのがやっぱりあって、まあ、小さい頃から女優っていう夢を追いかけてきたっていうところがあると思うんですけど、まあ、これ結構番組の核の部分にもなってるんですけどね、僕はちっちゃい頃から漫画家になるのが夢だったんですよ。で漫画家になることが、まあ、結果的に、まあ、できなくてというか、ちょっと自分には無理かなっていうのを思って大学進学して、まあ、就職活動みたいなところに進もうかなっていう人生を歩んでる中で、ね、僕初めてシャララさんの舞台を見た時にちょっとうるっときてしまって、あ、この子すごいなみたいな、そんななんかちょっとした出会いがあるんですけれども、 そうですね、はい、それで今一緒にこうしてね、うん、向かい合って番組作ってますけれども、いや面白いですね人生。面白いですね、うん、本当何があるかわからないです ね、 そうですね。あの制作委員会のメンバーもね、こう学部の後輩たちだったりとか、バイト先の後輩とかね、うん、いろんな身の回りの人をかき集めて、うん、一緒に作ってますけど楽しいですね。そうですね、だから、まあ、この台本、ね、裏方で作ってくれた子がいて、はいはい、で、まあ、昨日送られてきて、うん、それ見たときに、まあ、だから明日は2人会だっていうの分かってたんで、はいはいはい、こう台本見たときに、まあ、振り返り会だなっていう風に目を通すと、すごいなんか私泣きそうになっちゃって。なんで？いやまあ3ヶ月、いやそうですよ、そうなんですよ。でも、はいはい、3ヶ月これ形にしてやってきたんだ、うん、このメンバーでって思うと、うん、そうですね、本当に感慨深かったですね。本当ね、最初の 1,2 ヶ月2人でずっと大学でなんか喋ってましたもんね、うん、タイトルどうしようみたいな。そうでもタイトル僕結構気に入ってますよ。なんだかなんか長いってちょっとたまに友達に言われるのと、なんかちょっとこの大人とないがカタカナがなんかちょっと大人な雰囲気大丈夫みたいな、まあまあまあ、ちょっと言われることあるんですけど、それは、はい、結構この番なんだろうタイトルには込めてる思いがあるんで、うん、まあ、ちょっとそのタイトルの意味とかはぜひ番組毎週見ていただいて、あ、こういうことをこの人たちは伝えたいんだなってところを汲み取っていただけると嬉しいですね、うん、そうですね、はい、はい、ということで、はい、自己紹介そこら辺にして、そうですね、はい、振り返りに参りましょうかね、はい、それでは本日もよろしくお願いします。お願いします。植木シャララはまだ大人にはなれない。さあでは放送回ですね、振り返っていきましょうかね。はい、初回放送まだ記憶に新しいですね、7月3日の放送になります。ぜひ皆さん映像のところにですね画像が出てきますので閲覧いただきまして、初回放送7月3日は、世界を旅する大学生ことケージーさんですね、彼の、まあ、ちょっと名言みたいなものをちょっと出てるんですけれども、はい、ちょっと今回あの全部のちょっとねあの放送の中身みたいなのを話すのできないので、うん、ちょっとピックアップして、この方はこの言葉すごく良かったなっていう名言をちょっとピックアップしてるので、はい、ちょっと皆さんに見ていただきたいんですけれども、こちらですね、思うことも大切、行動に起こすことはもっと大切ということで、どうでしたかこの回。いやまず、まあ、そうですね、初回っていうこともあってケイジさんすごい私たちの中で多分思い入れが多分深い。そうです ね、 ね、一緒にスタートしてくださったっていうか、この番組をっていうことがまあ第一にあるんですけど、まあ、そうですね、思うことも大切、行動に起こすことはもっと大切、多分その当時それを話された時も多分私たちもうすごいそれに大共感してたと思うんですけど、結局このラジオもそうですけど、じゃあラジオ番組一緒にやりたいってじゃ言って、それを形にすることって
まあ、もっと大変なことではあるけど、 そうですね、それをすることに意味があるっていうか、やれるとこまで動いてみるっていうのはすごく大切だなっていうのは、そうですね、改めてケイジさんを通して思いましたね。このケイジさんという方はですね、もう十数カ国をもう大学生なのにこう旅されてきて、でも本当にいろんなことの経験を得た中で今 YouTube 活動で、まあ、こう若い方にこう海外の留学について、まあ、こんな方法があるよとかいう提案をしたりとか、あとエスニック料理のね、こうインスタ投稿なんかをされて活動されてるんですけれども、うん、やっぱ初回放送っていうのが大きかったんですかね。すごい、なんかでも本当すごいですよね、引き受けてくれたこと自体が。いや、そうですよね、すごく1回目の本当に素敵な方でしたありがとうございます。本当に、感じですね、はい、ケイジさんなしでは僕らの番組語れませんので。そうです、本当に感謝を添えたいです、ね、またぜひ会いたいですね、はい、ぜひぜひ。はい、ということでですね、2回目の放送に参りましょうかね、はい、7月の10日の放送ですね。こちら NBA の伝道師ことボーリンビズバンバさんということで、バンバさんの名言こちらですね。他人の目線を気にするな、その意見に負けるな。いいですね、うん、めちゃめちゃ覚えてます。これ言われた時のバンバさんのお顔目の前でなんか、はい、も結構物腰柔らかい方だとは思うんですけど、ところどころにこうカツンとくる言葉があって ね、うん、そうですね、楽しい回でしたね、うん、なんかこう盛り上げるの上手でしたね、バンバさんは。そうですねいや、思い返せば、まだ序盤結構ガチガチでしたもんね。もういや、緊張すごかったですよ。もう思い出すだけでちょっと気持ち悪くなっちゃうぐらい手足震えてましたからね。やっぱ2回目もね、なかなか緊張してる中ではあったんですけど、すごいね、打ち解けさせてくれましたよ ね。 そうですね、この番組の方向性を示してくれたななんて思ってて、ね、あのバスケットボールの、まあ、NBA のこう解説なんかもされてるんですけれども、まあ、学生時代はね、こうアメリカ留学に行ったりカンボジアに図書館を建ったりみたいな、本当いろんな活動を経て今俳優経験中。すごいですね。そうですね、どうします、シャララさん何しますとか考えましたよね、ここでそうですね、うわ、今何されてるかな、バンバさん。どうでしょうね、うん、なんかでもちょこちょこやっぱりバスケの解説の動画は投稿されてるの見て、うん、自分も頑張んなきゃなって思いますね。そうですね、なんかこうまあ共通してケイジさんと共通して言えることが、はいはい、バンバさんもこう、まあ、とりあえずやってみようっていうことはおっしゃってたので、うん、やっぱそこが大事って言ったらあれですけどなんか改めて感じますよね、うんうん、やってみることの大切さっていうのは。他人の目線とかはどうですか、バンバさんの回を通じて気にしなくなりましたか。もともと気にしないだったかな。もともとあんまり気にしないんですけど他人の目線、それなあれですか、まあ、やってることに、今自分がやってることに対して周りの人がどう思ってるかっていうことですね。そうですね、なかなかそういうものでこう踏みとどまってしまう人も多いと思うんで、そうですよね、なんか逆にこう、まあ、やってることの種類にもよりますけど、私は今自分がやってることに誇りを持とうっていう精神でやってるんで、うん、でもなんかそれが結構や活動してて自信に多分つながると思うんで、ただ思うことだけでもいいんで嘘でも嘘でもそうですね、うん、いや素敵な回でしたね。本当なんか喋って楽しい方でしたよね。そうですね、なんかふにゃふにゃしてそうに見えてめっちゃ芯が熱い方というか、うん、熱い方でしたね。熱かったですねそうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますさあ3回目の放送は7月の17日ですね。はい、いやもう初月から3回放送。いや、こうやって振り返るとそっか、なんかえこんなに僕息切れ仕掛けてましたけど桃子さんの名言ですね。桃子ちゃん、見せかけでもいいからこう、あ、違うな、あ、ごめんなさい、学びから来る諦めを持ちたくない、うん、挑戦し続けたいということで、うん、結構こう、まあ、ショート動画ですごく大流行されている方なんですけれども、まあ、ご自身の持論だったりとか、まあ、なんかこう本当好きなこと、日常の起きたことみたいなのをショート動画に投稿されている方で、うん、でもね、年下でしたけどすごかったですよね、まあ、淡々と、なんでしょうまあそのこうやってラジオで喋ってて結構元気な感じで、はいはい、2人で歌う、あの回めっちゃわちゃわちゃしてたんですけど、してましたね、でもなんかこう言葉一つ一つに落ち着きがあったというか力強さがあって、うんうん、私も学びになりましたね、すごく本当になんかちょっと放送終わり、ちょっとなんかあれでしょうね、反省会してましたよ。してたっけもうちょっとなんか頑張れるわみたいなちょっと挫折ありの、まあちょっとキャラ似てるわけじゃないですけど、うん、やっぱこう同じ、初めて女性のゲストっていうのもあって、そうですね、まあ、天真爛漫系っていう、まあ、結構同じような路線を進まれてるっていうのもあったと思うんですけど、うん、ちょっとね元気がねやっぱすごかったですね、うん、そうですね、負けてらんねえなみたいな。確かに、あと地方出身だし、うん、いや思いました確かに終わった後は負けてらんないっていう気持ちになったかもしれない
ありがたかったですね。いやそうですね、はるばると福岡から。桃子ですよね、させてもらってね、シャララですよ、させて。いやそれあのいいですか、はい、やったじゃないですか、はいはい、あのまあこれその回知らないよって方はぜひ、はいはい、振り返っていただきたいんですけど、うんうん、過去放送を。で、まあ、その桃子ちゃんがゲストで来られた時に、まあ、桃子ちゃんね、こう桃子ですっていう挨拶が、ね、うんうん、ありますね、うんうん、でそれを私もやりたくて、うんうん、シャララです一緒にやらせてくださいって言って、うん、一緒にやったじゃないですか、シャララですって。でちょうどなんかあのタイミングで友達がラジオ開いてみてくれて、あ、はいはいはい、びっくりしちゃったらしくて画面閉じたって言ってて、やっぱやりすぎちゃった、まあ、タイミングは仕方ないですね、なかなか生放送なんで、うん、それは仕方ないです ね、まあ、アーカイブ放送を見ていただいて、うん、最初から見てください、そういう方は。あの回は発着すぎました。でも、はいはい、あれあの日は覚えてます、今でもあの日は最初から終わるまでずっと手足震えてました。へー、あの時の緊張はちょっと忘れられないですね。そうなんだ、なんでですかね、何がそうさせるのかわからないです。今日は大丈夫ですか。今日も大丈夫です大丈夫です。なかなか解けないですね、緊張が。なんですかね。ね、普段はね、僕なんかよりね淡々と喋るタイプですけどね、結構なんか本当好きな時に好きなこと言うタイプの方で、結構おしゃべりだよね、おしゃべりだよね私。なんか今喋るみたいな喋るんですよね。結構ずっと喋ってるよね。まあいわゆる KY っていうのかな。ねえ。じゃあそういうイメージつくからだと思ってましたけども、うん、なかなかこ う、ね、いざ大事な場面になるとね、まあちょっと素出しってほしいですけどね、この番組で。え、出てない。いや、まあ出てるけど大丈夫。え、けどもうちょいいけんじゃない？うん、なんかその、やっぱ今こう全国で 見れてるっていう状況にも、ね、やっぱりそれは もちろんずっと緊張ありますし、はいはい、でも。こうまあ3ヶ月もやってくると、うん、ここにやっぱちょっとホーム感も持ち始めてるんで、すごくこう頑張ろうっていう元気もらえてます、局の方あったかいですよね。そうですね、ちょっとさっきもスタジオ壊してましたけど。壊してない。大丈夫大丈夫なんて言ってね、やっぱ、ね、スタッフの方が優しいだけでちょっと心落ち着きますよね。はい、本当にそれは。あとはもう制作委員会のメンバーがいつもね、放送前にシャララ可愛いよってメンタルケアをね、いや今日もしてもらいましたけど。そうです、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、とりあえずじゃあ序盤楽曲 あの入るところまでちょっとラストで4回目の放送ですね、はい、8月の7日放送ですね、うん、顔で歌ってみた系 TikToker ことカンタさんの回ですね。あ、歌ってるわ顔で、TikTok で本当に表情豊かにもう大熱唱してるみたいな、そういう方なんですけれども、うん、まあ、彼の言葉というか、まあ、回の印象というかですね、あの将来に悩める気持ち、一歩踏み出すのが怖い気持ち、まあ、そういうものに共感する回だったのかなというふうに思っていて、まあ、カンタさんも一個下で、ね、TikTok すげえバズってますけど、なかなかこう人生どうしていこうかなみたいな、SNS を続けるのか、それともこう就活するのかみたいなところに悩みがあった中ではあると思うんですけど、結構、ね、共感がありましたよね、お互いに。そうですね、なんでしょう、まあそれこそ、ね、初回から、まあ、ケイジさんも 大学生だったり、うん、学生の方結構いらっしゃいましたけど、うん、このカンタさんは割と大学生のリアルをお届けしてくださったというか、でも、うん、歌はすごかったですけどね。いやちょっとまた来ていただいた時に歌ってほしいんですけど、本当、うん、生で聞くとすごいですね、まあ、ちょっと TikTok 見ていただいて、うん、カンタアットマーク歌アカでね、ちょっと僕放送中間違えて裏アカって言っちゃったんですけどだいぶ違うものになるからね。歌赤でしたね、すいません、ちょっと調べていただいて、はい、もうほんとなんか、まあ、ちょっと辛いなとか思った時に、うん、彼の動画見るとね、すごい頑張ろうって思えるような、ね、そういう番組を目指していきましょう。人柄もね素敵ですからね。そうですね、カンタさんね、なんかね、こんなのいたらあれかもしれないですけど、ちょっと歌の時とは違う穏やかさというかがあってそうですね、本当に、はい、素敵な方でしたね。ということでですね、まあ、全4回前半ですね、はい、振り返らせていただきましたので、はい、あの後ろの方でまたちょっとお話ししましょうかね、はい、じゃあ次楽曲の方行きましょうかね、はい、じゃあちょっとコールの方お願いします、はい、早くもあの番組折り返しというところで早いですね、一旦音楽のコーナーに移ります。はい、NMB48 さんで好きだ虫お聞きください。
お聞きいただきましたのは NMB48 さんで好きな虫でした。さあ今回もですね、番組の方の公式ツイッターとインスタグラムの方でですね、お便りの方を募集しておりまして、もうちょっとだけ届いてるのでゲストさんいない中ではあるんですけれども、ありがたいですね。ありがたいですね。僕らにお便りなんてなんか皆様いつもありがとうございますそうですね、ちょっとじゃあ読み上げていただいて、はい、一つ目のお便りいきます。唐揚げにはレモンかけますさん、すごいかけるかけるいつも放送楽しみにしています。シャララさんは何歳頃から何をきっかけに女優を目指されたのですか。また黒沢さんは何か追いかけている夢などありますか。おー、なんか本当に俺に聞きたいってなんか不安になりますけど、いやいやいや、そんなことないですよ、黒沢さんに来てるんで、はいはいはい、じゃあまずちょっと僕から答えると、はい、自分は本当にさっきもお話ししたんですけど、やっぱ漫画家になりたかったんですよ、うん、あの物心つく前から物語がすごく好きで、エルマーの冒険っていう本を僕何週も読んでたんですけど、知ってるな、あのアドベンチャー系ファンタジー系のお話をずっと読んでて、気づいた時には漫画にハマって、うん、なんかこう自分の作った世界観で人を笑顔にしたいなみたいな、そういう夢が僕はありました、はい、初めて聞きました。えあれえ長い付き合いですけど、え何か追いかけてる夢、あ今の夢か、今後じゃない、あ今後の夢、うん、でも漫画家になりたいですね、いつか、うーん、いろいろ辿って、そうなんや、なんか別に年取ってもね、立派な漫画家さんたくさんいるんで、手塚治虫さんとか、だからまあちょっとしばらくはね、まあ、ちょっと僕安定志向なんで企業入ったりして、まあ、転職とかするのか分かんないですけど、ちょっといろいろこうキャリア歩んでいきながら、最後はなんかこう学んできたものを何か一つの作品にしたいななんていうふうに思ってます。はい、いいですね。でも何さん上からなんですかごめんなさいごめんなさいでもやっぱ、はい、分かんない、その人生の歩み方がこういう表現でいいのか分からないですけど、はいはい、まあ、言ったらもうその時その時で、まあもちろんあらかじめこうなりたいなってものはあるかもしれないんですけど、行き当たりばったりで、まあ、行き当たりばったりもありますけど、うん、僕はやっぱなんだろうな、まあ、研究してるそのキャリア論の話になっちゃうんですけどやっぱ計画はあります、人生の中でこうなりたいはあるんで、そこに向かってる段階ですね。意外とその周りの人に影響を与えられるような作品を作りたいみたいな軸の下で作ってるんで、いろんな企画とか、意外と僕ブレてないですよ。初めて聞いた。えそうですよ。だからこの番組もね、なんか黒沢なんか最近ラジオ作り出したみたいに言われてね、友達からなんか何やってんのとか言われますけど全然エンタメしたいわけじゃなくて、本当に若者の方に聞いてほしいなっていう番組があったんで、うん、チャララさんとね、せっかくなんでよろしくお願いしますってことで番組を作ってますね。そうですね、まあそれがもう本当にこの内容がまさにそうですもんね、はい、そうですね、まあ、ちょっと僕の話もういいんで、あ、すいません興味持っちゃった、はい、夢なんですか将来は。そうです、私は何歳頃から何をきっかけに女優目指された、まあでも女優っていうのをちっちゃい頃からもう絶対女優だって決めてたわけじゃないんですけど、完全に女優を目指したいって思うきっかけになったのは、うん、それこそ吉本興業が、うん、あの主催した美少女グランプリっていうオーディションが、はいはい、まあ、私が高校3年生の時にあって、美しいに笑うって書いて美少女ですね、はい、もうまさに、いやまさにですか、そんなグランプリどころかね、もうシャララ以外いないでしょみたいないや、まあ、はいはい、でも別にグランプリは取れてないんですけど、あ、そうなんだそうです、ファイナリストか、そうです、でもそのオーディションの過程で、はいはいはい、まあ、ファイナリストまで残してもらって、うん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 、で結構あのそのオーディションが割とこう女優発掘ではないですけど、そのオーディションの過程で何次審査何次審査ってありますけど、うん、お芝居する場面があったりとか、そこでね、あのお偉い講師の方とかいらっしゃったんですけど、うん、割とこう自分のお芝居に、なんて言うんでしょう、こういう方も変ですけど好感持ってくださったっていうか、へー、うん、やっぱ才能あるんだ、いや、わかんないですよ誰かの、聞いてくださってた、でも思いましたよ、僕も舞台見て、あ、この子やっぱ他と違うなっていうのを僕感じたんで、本当にいいですね、いや、嬉しいです、よかったです ね、発掘してもらえて、いや、本当にありがたいです。だから、まあ、高校3年生の時がもうそれきっかけで、はい、女優っていうものにまあ、きちんと興味を持ち始めたというか、うんうん、で、まあ、そこからそうですね、いろいろ大学もこっちだったんで、はい、本当にタイミングが重なって、よかったですね、はい、本当にありがとうございます、はい、さあ次行きましょうかね、はい、はい、続いてのお便り、坂本さんからです。こんばんは、いつも放送を聞いてます、ありがとうございます、私は43になる
おじさんですが、いつも若々しいパワーに元気もらってます。ありがとう、ありがとうございます。ここまでの放送の振り返りということですが、ラジオ番組のパーソナリティをする上で一番大変だった瞬間や一番やりがいを感じた瞬間を教えていただきたいです。わ、これちょっと僕先にもう一個だけあるんで、はい、大変はあの僕初回放送です。初回放送、初回放送あたり僕ちょっとすごい自分のプライベート忙しすぎて、あ、体調不良になってて、なってたね。あの一応陰性だったんですけど、あの、コロナはね、はい、前の日めっちゃ熱出てて、もうほんとギリギリで直してシャララさんからね、なんかヨウチ君いないとやばいみたいな。いやいや、そうでも本当に初回から休まれた、初回だから初回の時はもうマスクつけてて、はい、多分まあ、マスクしてたから分かんなかったと思うんですけど、うん、顔色も結構悪くて、そうですね、でも私がもう結構まあこう今ねお聞きくださってる方は分かると思うんですけど、結構喋れる方なんで、そうですね、頼り切っちゃって初回いないのやばいあなたがと思って絶対来てって、そうですね、いやあれはもう普通にただきつかったっていうだけですけど、いや確かにそうですね、そういう大変さはそれがあったんで、もう今全然なんとも慣れてきてます。でやりがいを感じたところで言うと、もう本当にあのね、坂本さんみたいな方からいただいてるお便りがもう何より本当にありがたいですね。本当にこうやってリスナーの方から反応いただけることが一番のやりがいかなと。そうですね、本当にありがたいです。はい、逆にシャララさんどうですか。そうですね、私いや最初一番大変だった瞬間、はい、いや大変だったのかは分かんないですけど、はい、それこそ先ほども言いました緊張です緊張、まあそうですね、割と今は結構リラックスして喋れてますし、はいはいはい、あの楽しいなとも思えてるんですけど、うん、もう初回はそれどころじゃなくて緊張が、はいはいはい、ここに入ってもう9時になったら、うん、晒されるんだっていう、やっぱねちょっとやっぱ焦るんですよね、どうしても ね、 外に来てもらってるんであれなんですけど、まあ、感謝感謝なんですけど、なかなかこうねこう大人数の人に見られるってことないですから、そうです、ね、このスタジオがやっぱりねなかなかこう、うん、ちょっと難しいところありますよ ね、 そうですね、あとまあ生放送っていうのも初めての感覚なの で、ね、今のところ放送事故ないけどね。ないよね。なんか大きなやらかしあったかな。あんまないっすよね。いやだからよかったよかった、ちょっと今日も気をつけます本当に僕が一番やらかしそうなんで、いや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 素人なんで一応本当に頑張りましょうということ で、 で、ね、なんかお酒飲んでる方が、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ちょっとそしたらお便りだここら辺にして、はい、次の振り返り参りましょうかね。そうですね、はい、ということでお便りのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。植木シャララはまだ大人にはなれない。さあ続いて第5回の放送ですね。はい、10月の9日放…あ、違う、間違えました。9月…ん何回だ、9月…違うか、8月の14日そうだね、8月の14日の放送ですね。いや、とんでもない回でしたよ、本当に。内容はすごく良かったですけれどもチャララさん病欠ということで、はい、ということで、どうでしたかその回楽しかったです、うん、僕のこう勉強してきてることというか、まあ、エリナさんっていう方がゲストで来ていただいて、モデルとかダンサーをやられた方だったんですけれども、あ、今表示、そうですね、はい、ご自身航空系の、まあ、CA さんみたいな夢があって大学に入ったんですけど、まあ、コロナでその夢を絶たれてしまって、じゃあモデルをやろうみたいな、うん、すごいっすよね。もうなんかそのこの世の中の著しい変化に対して柔軟にしなやかに生きていってるっていうのが僕はもうすごいバチンって刺さって、もう勉強になる回でした本当に。なんか実際にそういう人が周りにいなかったんで、もう夢も一度こうなくなってっていうのが見たことなかったんで、うわすごいなって思いましたね。多分結構エリナさんはまあ結構大きな変化じゃないですか、環境の変化というか。で、まあ、でもそれこそね、今まあ聞いてくださってる学生さんとか、はい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 、日常の中で多分小さな環境の変化でストレス感じちゃったり気持ち落ちたりっていう方もたくさんいると思うんですけど、はい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 、まあエリナさんが今ね、今じゃないですけどおっしゃってくださってたようにはい、はい、ポジティブに捉えること大切っていうのはすごくわかります。私もこう大学生になってなんでしょう、ここまで考える性格だったってくらい考えるようになって、まあそれはプラスにもマイナスにもいろいろ考えちゃうようになって、はいはい、でもそれでも無理やりでも前向きに捉えることは大切だなって思わされます ね、 そうですね、うん、あとはなんかシャララさんのポジティブとはちょっと違くて、おしとやかなんですよ、全然やかましくなくて、やでて、あれあれやかましいがちょっとすごいなんか落ち着いてる方なんですけど、ポジティブっていうのがすごいギャップだなって思って、うんうん、なんかシャララさんも見た目もポジティブだし、
雰囲気もポジティブだし、めちゃ元気みたいな。あ、そうやって言われたらいいや、そうそうそう、いいや、やかましいって言われる。どうしようかと思った。なんかちょっとしっぽり会というか、なんかすごい落ち着いた会で良かったですね。僕はすごいいい経験をさせていただいたんで、うん、いや、ありがとうございます。はい、なのでちょっと次は僕休んだ時はよろしくお願いします。結構やめてください、不安です。ちなみにあなたの番組なんで。そうですね、全然一人でもできますよ。シャララさんいない時やばいですから確かに。そっか、この番組名でやってくださいましたもん ね、はいはい、私いなくて、ね、はい、ありがとうございます。僕ね、いてもいなくてもなんで本当によろしくお願いします。いやいやいや、やめてくださいよさあ、続いてですね、はい、9月の4日放送ですね。先月ですね。なんちゃってプリンセスさん、はい、すごかったですね。すごかったです、はい。TikTok で、ね、なんでしょう、ご自身の持論、結構もう賛否両論みたい なんか恋愛観とか、うん、もう世の中こうだろうみたいな、なんかそういうことを話している方でですね、うん、まあ、名言がこちらですね。みんながプリンセスみたいに自由に生きられる社会にしたい。私すごいめちゃくちゃこの言葉好きで、はい、あら、そうなんですか。うん、まあその放送回でも多分私言ってたんですけど、はいはい、本当に、まあでも男の子 の感情はあまり分かんないですけど、うんうん、女の子って結構自己肯定感を上げて上げてなんぼだと思うんですよ。上げて生きるのが多分一日楽しく生きられるコツというか、うんうんうん、だからこのね、なんぷりさん、なんちゃってプリンセスさんのその、ね、みんながプリンセスみたいに自由に生きられる社会にしたいっていう言葉は結構すごく、もう女の子はもうそれを思って生きなきゃいけないぐらいに大事だと思いましたね。なんか本当、まあ、ゲストさんの共通点というか通じてるところが、うん、ファンの方が、まあ、ナンプリさんに関してはちょっと賛否両論あるところもあるんですけど、本当にファンの方すごいあったかくて、ナンプリさんの動画を見て考え方が変わりましたとか、うん、明日から頑張ろうと思いましたみたいな、そういうのを見て、あ、僕らもなんかこういう存在になりたいなというか。そうですね、インフルエンサーを僕学びました。うん、確かにあ、こうやって影響力って使うんだなみたいな。私たちもこう自分たちのラジオを聞いて何かこう頑張るきっかけに、はいはい、って思ってやってはいますけど、そうですね、まあ、実際わからないじゃないですか。それはみんな本当に頑張ろうって思ってくださってる、まあ、ね、ゲストさんの方々よりはやっぱ届けてられないところはあると思うんで。そうですね、やっぱそこをどう、結構ね難しいですけどね頑張りましょう、はい、まだまだですね、本当に。そうですね、まあ、長くやっていきましょうよ、はい、ちょっとルーツ答えを見つけていきましょう。そうですねさあ、そして記憶に新しい、9月の11日の回ですかね、はい、チャンネル栗林さんの放送回、ね、はい、この方はもうちょっとまずちょっとご経歴から話すとですね、東京大学に2度入学をしているというね、うん、で一度卒業した時は建築士になって、うん、で建築士になった後子供を、まあ、で建築士を辞めて、でまた東大に入って、うん、今 YouTube やっててみたいな、もうすごいキャリアを歩まれてる方で、うん、まあ、彼の名言がこちらですね。よく考えて行動すれば他人の意見に左右されない。自分が一番自分のことを考えてその上で決めたという自信があればやっていける。いい言葉ですね。ちょっともう名言すごすぎて、ね、うん、ちょっと台本、そうなんですよ台本結構赤い文字がブワーってあるんですけど、でもその時も多分私思ったんですけど、はいはい、うん、自分の思ったこと考えたことは一番自分が信じてあげないとっていうのはすごく思いますね。確かに、うん、なんかなかなかこう自分に厳しすぎる人っていますよね、うん、こう完璧主義の方だったりとか自分にはできないって思い込んじゃう人もいますけど、言ってあげた、言ってみた自分を褒めてあげるですかね、うん、大事ですね。本当に自分に厳しくとかありますけど、優しくあっていいところもあるんじゃないかなみたいな思いますね。そうね、甘くなってはいけないですけれども、思いやりは持っていいと思います。僕も、わー、今めっちゃ深かったわ。あらあら、じゃあちょっと次僕の名言黒沢でちょっと名言書いてもらってはい、ね、ということで7回振り返ってまいりましたけれども、はい、素敵でしたね本当に、うん、いい番組いい番組です。やっぱその自分で言うのもなんですけど、聞いてくれてる大学の友達だったり、うん、はいはい、まあその、まあ、過去にお呼びしたゲストさん、うん、あ、この人知ってるとかすごい言ってて、うん、なんかその人とできてるのすごいねって今そういう意見ですけど、うんうん、だから私たちも改めてね、はいはい、すごい素敵なもの作ってるなって思いますよそうですね、ちゃんとゲストさん自分たちをお呼びして、うん、じゃあせっかくなんでちょっと毎回ゲストさんに聞いてること聞いてもいいですか。はい、
もうシャララさんにとってこうありますか、まだ大人にはなれないみたいなところ。うわっ、来たかやばい考えてなかったすごい今ゾワッとした大人になんかありますか、なれない、大人になれない、うん、なんか毎回ゲストさんに聞いてるんで、うん、シャララさんも、うん、ね、きっとね番組名に書いてますから、植木、うん、シャララはまだ大人にはなれないって書いてますからね、うん、ね、それこそ、うん、別にじゃあこれが今大人なのかわからないですけど、さっきも言ったように大学生になってめちゃくちゃ考えること増えちゃって、私割と高校生まではポジティブ人間だったんですよ。で別に何するにも前向きにやってたっていうか、前向きに考えれてたんですけど、結構なんでしょう、大学生になって何が操作したのかわからないんですけど、うん、マイナスに考えることも増えちゃって、何にもやる気起こらない日とか全然あるんですよ、うん、はいはい、で結構それこそさっき言った完璧主義まではいかないんですけど、一日なんかその今日一日が納得いったってものじゃないとすごい悔しくて、うん、結構そういう日が多かったたりするんですけど、って思った時に前の自分に戻りたいとは別に思わないんですけど、はいはい、なんかいろいろ落ち着いた考え、安定した考えを持ちすぎてるな今って思っちゃってそれ一回取っ払いたいと思いましたいや全然いいと思いますけどね、さっき楽屋でなんか休学して一緒になんかやるみたいな話してましたけどいいんじゃないですか全然、ね、いろいろやってっていいと思いますけどね。なんかそれこそ、まあ、ちょっとこの放送で僕ちょっと言いたいなって思ったこと一個だけあって、うん、まあ、もしかしたら友達見てるかもしれないんでちょっとまあコアな層になっちゃうかもしれないですけど、ちょうど今あの僕らの代サマーインターンが終わった時期なんですよね、うん、ちょっと就職活動落ち着いた時期みたい。あ、僕ちなみに大学3年生なんで、うん、今絶賛就活してないといけない、まあ、してないんですけど、はい、っていう時期なんですけど、本当に病んじゃってる人がたくさんいるんですよ周りで。やっぱ比較されてしまうものじゃないですか就職活動って。あの人はいけたけど僕は無理だったとか、やっぱ、まあ、数字も具体的に出ますし自分にはなかなか魅力がないんじゃないかとか、うん、そういうものが測られてしまう中でなんかこう思い詰めてしまう人がたくさんいるのを見て、まあ、僕が言いたいのは僕らの番組見てくださいよと僕ら就職活動してませんよってシャララさんは私もね、うん、僕がラジオ撮ったら何もないシャララの大学生ですけど、本当に最近僕が見た名言ですごいいいなって思ったのがチャップリンさんの喜劇王って言われる方の名言なんですけど、うん、ちょっと正確な言葉か分かんないんですけど、人生ってやっぱ近い目で見ると、近くで見ちゃうとどうしてもこう悲劇に見えちゃうんですけど、うん、遠い目で見ると喜劇なんだよっていう言葉があって、そう思いません？なんかつぶやいてましたねそれそう、なんかあんまツイート伸びなくてここで言ってやろうって思ったんですけど、本当にその通りなんですよ。なんだろうな、例えば就職活動とかで何でもそうですけど、例えば過去こういう数字を結果を残しましたよとか言いたくなる気持ちは分かります、それが一番すごいって思っちゃうかもしれないんですけど、なんかちょっと失敗しちゃったなみたいな話とかって全然その人の魅力が伝わるものなんじゃないかなって思ってて、例えばねラジオとかでねシャララさんが最初の方全然緊張したとか、なんかそういうのも後になってみれば笑い話じゃないですか、うん、その当時はね冠番組なのに私大丈夫かなみたいな、うん、どうしようみたいな、うん、出社の方になんかねみたいなちょっとリアルな話はしないでもらっていいですかみたいなものがやっぱ誰しもあると思うんですよね、本当に。まあまあ、なんだろうな、周りへの礼儀とか反省とかそういうものはしていかないといけないですけど、なんかこう自分を思い詰めたりとかやっていけなくなったりとか病んでしまうほど思い詰める必要はないよって皆さんに僕は言いたい。間違いない、それが伝えたかったです今日。以上。うわー、ありがとうございます。本当にそうですね、僕は思います。うーん、どうですか白川さんは、なんかこう悩んでる友達になんて言葉をかけますか。いやだから多分友達今その同世代の子たちで同じように多分すっごく今いろんなこと一人一人が考えて悩んでるだろうなって思うんですけど、なんでしょう、まあ、もちろん私にもそういうてか別に毎日単位でいろいろ考えまくってることはありますし、だからさっき言ったようにもう考えるのやめたいとかって思ったりはするんですけど、
うん、何でしょう。でそれこそあのね、あの黒沢に、この番組プロデューサー黒沢にいつも人生相談みたいなしてるんですけど、私なんかすごい考えすぎちゃうんだよねみたいなこと言ったら、前なんかその何でしょう、一日一日こう考えることを変えなみたいなのを多分言ってくれて、でも本当に何でしょう、ちょっと難しい、これ何の質問でしたっけ。けどシャララさん、なんかこう伝えたいことがあればみたいな、悩んでるとか立ち止まってる学生の方とか若者の方に向けて。でもまあ考えるのやめるのは多分無理なことだと思うんですよ。そうですね、うん、だけど、うん、何でしょうね、でそれこそ自分を別にそんな追い込みすぎなくてもいいって思うっていうか、そうですね、やっぱ就活とかってなると、じゃあ自分ってものが測られちゃうじゃないですか、うん、でもそれが別にダメだっていうものでもないし、あなたがダメだったってことでもないし、自分は自分って生きていいと思う。そうですね、で私は今多分私にも言い聞かせてるんだと思うんですけど。大丈夫ですよ、シャララさんらしさが出てる番組になってますよ、うん、大丈夫大丈夫、なんかしんみり終わらせないで。明日から頑張ろうっていう番組でしょ。明日から平日ですから、本当に頼みますよ。ということで、ちょっと最後お便りもう一個来てるので読みましょうかね。あ、そうですね、はい、いいですか。じゃあ3番目のお便りいいですか。はい、アジャルさんからのお便りです。はい、お二人は大学生とラジオ番組のパーソナリティと、シャララさんは女優業もされてますが、普段の生活のメインの軸は何なんですか。普通の大学生のような過ごし方なんでしょうか。はい、お二人のリアルが気になります。ちょっと真面目な話すぎたんで、ちょっとラフな話しましょうかね。なんか一人で買い物行くとかいう話を僕聞きますけど。あ、そっか、でそれ一人遊び多いらしいですね。そうです。てか私だから東京に来て変わったんですよ。あ、そうなの。人間が結構、まあ、一人の時間好きなんで、はいはい、休みの日とか一人でプラーって、別に用はないですよ、一人で出かけて、なんか買い物したり、別にカラオケ行ったり、全然自由なことだから軸って言われるとちょっと難しいんですけど、はいはいはい、そういう時間を大事にしてます。プライベート時間じゃないですけど。カラオケ一人とか楽しいんですか。いや、カラオケ一人で行くんですよ。買い物も一人つまんなくない。一人ですよ。なんか見てもらったりしたくないの。いや、友達との方がちょっとあれかも。大丈夫、友達減っちゃわない、この放送聞いて。いっぱいいるよ、大丈夫大丈夫。シャララちゃん、私とカラオケ行きたくないのかなとか。行きたい行きたい、全然行きたい。何それ。なんかありますか、生活の軸みたいなものがあれば。軸って難しいな、それ。で例えばあれですよ、です睡眠が大事とか食が大事とか、それでもいいですよ。軸、はい、僕友達といることが大事です。あ、大事、私それそれ、それになった。何の、もともと何だったんですか。もともと、もともとはそれこそ私本当にずっと一人で家にいたい人間だったんで、はい、軸っていうのはおかしいですけど、なんかその一人の時間が大事すぎました。でも今は友達をすごい大事だなって思うようになって、はい、じゃあ友達とカラオケ行ってください。はい。そこ？さあ、お時間も余すところ残りわずかとなってまいりました。最後にですね、ちょっとまあいつもでしたらゲストの方に告知いただいてるんですけれども、2人の SNS ですね、ちょっとこちらに掲示させていただきますので、皆さんフォローとね、うん、いいねの方、いいね、何でもいいですけどよろしくお願いします。はい、はい、します。さあ、毎月第1、第2日を夜9時からお届けする植木シャララはまだ大人にはなれない。残念ながらそろそろお別れのお時間となってしまいました。シャララさん、今回の振り返り放送いかがらしいでしょうか。そうですね、でも大事ですね、この振り返りがあるっていうのは。またやりましょうね、次は半年のタイミングで。そうですね、半年ごとに大事ですね。7回で1回振り返りっていうのやりましょう、はい、僕らも疲れちゃいますから毎回ゲストさん、うん、ありがたいですけど、あの毎回 ね、こう勉強しないといけないんで、そうリラックス大事ですね。来週もすごいですよ、来週の放送ですね、はい、YouTube 上でサッカーの今話題、プレミアリーグの実況をされている、あのイングランドの一部リーグって言われるものですね、うん、の実況をされている、プレちゃんという YouTube チャンネルの方2人です、来ていただきますので。あ、初の4人 で、 初です、ね、4人で楽しんでいきましょう。いい、ね、はい、それじゃあ今日も、終わりの合図お願いします。はい、ね、皆様今日もお聞きいただきありがとうございました。明日から1週間頑張りましょう。おやすみなさーい。おやすみなさーい。